アリガ工作8月21日から1945年4月7日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。戦艦山と最後の艦長として有名である。長野県南新地方に多い姓であるアリガは、アリガではなく、アルガと読む例が多いが、当人は相手が聞き返すことを嫌い、アリガの読み方で通した。軍防裏のネーム詩集もありがとしていた。 伊藤聖一司令長官と第二艦隊司令部職員最前列中央は、自重部官、中村俊久中将長野県上稲郡朝日村に、金物章、村長、有賀作太郎の長男、総領として生まれた。父の作太郎は、旅順公位戦に参加して203高知戦で仕組を上げ、高六級禁止勲章と多額の年金を授かるに、至った勇士だったが、息子の軍人志願には、 反対した。有川活発な少年として育ち、長野県立諏訪中学校を卒業。1917年11月24日、海軍兵学校を卒。二つ上の先輩に、中澤優が、同期には、空母随格、大砲の艦長を務めた、菊池長さんや、軍令部第一部長を務めた、富岡貞田都市、山戸の艦長を務め後に、第二艦隊参謀長となる。 森下真へ、武蔵の艦長を務め、某の三崎沖海戦では、第二水雷戦隊司令官を務めた小村慶三などがいる。また、父、有賀作太郎は、小村の海軍兵学校入学時の保証人でもあり、海軍兵学校に入る前から交流があった。実家の平野や金物店は、有賀の相続放棄後、弟の次郎が継ぐはずであったが、父、次郎、を、 さらに三男の正擦妹の夫妻が相次いで病死したため、名義上家督を継ぎ、金物店店主となってたが、実際は母親が一人で切り盛りしており、山と沈没時期には閉店していた。初代上風が宅地区間水なずきから経歴をスタートさせ、水雷船隊の指揮官として経験を重ねた。1922年に、 戦艦長戸の四番砲台長に任命されたが、規則のうるさい戦艦勤務に戸惑うこともあった。1923年退位昇進、翌年1月27日に宮坂義子と結婚、10月に長男の正幸が誕生した。12月、ミネ風型駆逐艦秋風の水雷長に就任し、川内型軽巡洋艦人数の水雷長。この時、 三保の関事件に遭遇し、水木刑事艦長の自決を経験した。1927年12月中の水雷町1928年6月7日長女の、吉江が誕生、12月10日、熊ヶ岳巡洋艦基礎の水雷町に転任する。1929年11月、若竹が宅地区艦夕顔の艦長に任ぜられ、初めて船の総責任者となった。 公会長は、当時の有賀ガを見て、これが駆逐艦乗りかと感嘆した。1930年12月、有リガは若竹型駆逐艦不要の艦長に転じ、中国大陸沿岸警備任務に就いた。1932年、峰風型駆逐艦の立ち風と秋風の艦長を兼務する。1933年11月、上風型駆逐艦昌風の艦長、 1934年11月に、新鋭の暁が宅地区関連の館長となる。有川、ようやく第一線急戦力の館長を任されたので、ある。1935年10月、館長勤務を離れ、鎮海警備不参謀を命じられた。翌年9月17日、自助講師が誕生した。12月、慶順洋艦川内の副長勤務となる。 1938年12月、総会艇6隻からなる第一総会大使令に任命され、日中戦争に加わった。総会任務だけでなく、上陸支援や中国軍総統任務もこなしたため、中国側から検証金をかけられ、その値段が徐々に上がっていったという一幕もある。1939年11月、第二艦隊。 第2水雷戦隊第11駆逐隊司令司令となる。1940年11月大佐に昇進。1941年6月18日、第4駆逐隊司令に任ぜられ、最新の影楼が宅地区間4隻を指揮下に置いた。11月15日、有川遺書を書いた。吉子が遺書を読むのは、1945年9月20日に、 戦士内法が届いた時である。太平洋戦争初戦では、第四駆逐隊司令として、近藤信武海軍中将を指揮する、南遣艦隊に所属し、マレー作戦を支援した。12月8日朝、野分けに命じて、ノルウェー戦を打破する。日本軍のシンガポール占領の後、ジャワ海に進出した。3月1日、有賀式下の嵐と、野分けは、商船三隻。 輸送船2隻を撃沈し、商船ビントエイハン号を打歩。さらに、イギリスの駆逐艦ストロングホールド、アメリカの砲艦アッシュビルを沈めた。3月4日、従二洋艦アタゴと共同で、5護英艦、ヤーライ、輸送船1隻を撃沈し、オランダ商船チャーシュローアを打歩した。一連の戦闘を、チラチャップ沖海戦という、ミッドウェイ海戦に参加。 ミッドウェイ海戦では大破炎上した航空母艦赤城を指揮下の駆逐艦の分け、嵐の魚雷によって沈没処分するという悲劇を味わった。有賀は初めて撃った魚雷が赤城に対するものだったことを嘆き続けた。その後ソロモン方面の初海戦に参加。10月26日の南太平洋海戦では、被弾した昇格から南雲忠和長官を迎え、一時的に 中条旗を掲げた。1943年3月1日、従順洋艦長会の艦長となり、南方に進出する。アメリカ軍機から10回近く襲撃されたが、校舎包丁との息の合った連携で、鳥海は被弾しなかった。1944年4月21日、デング熱に罹患しない地駅艦、水雷学校教頭を拝命する。 しかし実践畑を歩いてきた有賀にとっては、地上の学問を教授しなければならない教頭の職は本意ではなかったらしい。1944年11月6日、戦艦ヤマトの第5代の艦長を命じられた。久しぶりの海上勤務である上に、帝国海軍の象徴、宝刀とも言えるヤマトの艦長に補えされたのが非常に嬉しいことであったらしく。 海兵団にいた長男の有賀正幸宛に一区間であり、本来ならば、556と暗号で記述するべきであるにもかかわらず、大和館長、有賀工作と堂々と歓名を書いた手紙を送っている。手紙には、大和館長を拝命す。死に場所を得て、男子の本会これにまさるもの、なしと書いてあり、これを読んだ正幸は、有賀が死を覚悟したことを悟ったという。 ヤマトでは、有賀の合法来楽な性格は、ヤマト乗組員に好意を持って受け入れられたという。連日の訓練で常に戦闘に立ち、防寒コートも手袋も着用せずに環境に立つ、有賀の姿は異形の念で見られた。一方で、海軍兵学校同期生の小村慶三は、有賀が燃料不足で手法の訓練さえできないと弱音を吐くのを見て驚いたという。4月7日、 大野岬沖海戦にて、アメリカ海軍空母艦載機386機の攻撃を受け、ヤマトは沈没した。有賀ガも沈没したヤマトと運命を共にした。戦死時は海軍大佐であった。去年49。戦死後、4月7日付で海軍中将に昇格した。墓所は長野県立の町見修士。なお、近くの星小神社に戦うヤマトと、 アリガ艦長の肖像レリーフで飾られた自然石の記念碑が混流されている。アリガ工作はヤマトと運命を共にし戦死したが、戦死時の状況には諸説がある。最も有名なのはアリガがら真偽に自身を縛り付けてヤマトと共に死を迎えたというものである。この説の出典はヤマトの生還者でもある吉田光著のベストセラー、戦艦ヤマトの最後からである。 ラシンギ金箔説は、その壮絶さもあり、戦艦ヤマトを扱った映画でもたびたびこの説が採用され、広く、交換に知られ、通説とされている。しかし、出典の著者である、吉田光は現場を直接見ていない。吉田は、様々な生存者から聞いた話と吉田が実際に、体験したことをベースに本を書いたが、噂や、未確認情報なども記載され、 初版出版時から、講義や議義を受けた内容を多く含んでいた。だが、ほとんどそれらに対する追求取材、改定がなされることはなかった。その後、防空指揮所で有賀と共にいた、塚本隆夫二等兵装や、江本義夫大尉が、鉄兜を被ったまま指揮用の白軍手で、羅針儀を、ぐっと握りしめていたと証言したことから、有賀は、ヤマトの対空指揮所にあった。 ラシンにしがみつき、そのまま沈んだとする説が有力になっている。中尾大蔵注意によれば、有リは第一環境に降りていき、姿を消したという。これらの証言からも、有リガはラシンに縄で体を縛り付けてはいないという点では、一致している。山と沈没後に、有リが洋上で漂流し、声をかけたら海に沈んだと主張する生存者もいるが、状況から判断して、 前艦長であった森下真へ第二艦隊参謀長を有賀艦長と見誤ったものと考えられている。沈没時の混乱もあり、実際の目撃団や勘違いの目撃団、あるいは虚構が入り乱れ、有賀の最後については未だ不明な部分もある。ありがとうございます。